会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はですね、自分でお祝いをしたいんですが、この動画が1000本目の動画になりました。この動画で1000本目、今 YouTube にアップしている動画でちょうど1000本ですかね、というのでようやく到達したかという感じです。私が YouTube 動画を始めたのが2015年の2月ですので、今11月ので10ヶ月、9ヶ月ぐらいかけて1000本載せました。9月までは、なんとなくやってたんですが、9月以降かなりペースアップして何百本、700本ぐらいは上げたんですかね。2ヶ月で700本ぐらいは上げてきたのかなと思います。自分でもよくやるなと思うのと、自分は割と地味なコツコツ型の努力は好きなので特に苦痛ではないんですけども、それでも時間かかってますし、あとはネタですかね。よくこういう探す話すネタが、それよく見つけてるよなというのは自分でも思いますけども、なんとなく今は自分を自分で褒めてあげたいと思ってます。自分で目標を決めてましたのでね、500本から1000本は目指そうと思ってましたので、それは自分にコミットしたことをクリアできたかなというのが自分と私としては嬉しいです。でただこれも1000本も通過点でしかないと思っておりまして、もっと実際は5000本ぐらいを目指しています。なぜかと申しますと、社会保険の無視で、3800本ぐらい上げている方がですね、確か福井だから石川の方にいらっしゃいました。その人には勝ちたいなと思ってまして、どんどんペースアップしてるんですが、その方もいっぱい計算投稿されてるので、多分私が5000本ぐらい行った時に肩を並べられるかなと思います。でその方が日本一動画をアップしてる資料ということなので、その方を超えれば自分が世界日本一だということで、なんとなく自慢できそうなので、ちょっとそれを楽しみにコツコツと動画のアップを続けたいと思っております。